君は物語を書いてる途中、長くて短い物語書き直そうと必死だったんだね。読み返すことすらできないのに、君の物語を少し僕に聞かせておくれよ。これからは僕の二人が今呼ぶこともできない話を、僕の物語の姫様、自ら魔法にかけられて書き消したい傷はと君に聞かせてあげよう。これからは僕と一緒に行こう。二人が今踏むこともできない知らない。全て話さなくていい、もう全て消さなくていい。今どんな物語を書いてる途中、これからは僕と一緒に探そう。君が自ら開けた魔法の解き方を、これからは僕と一緒に書こう。二人だけの終わりもない話を、新しい長くて短い物語、どうやら僕も君にかけられてしまったようだ。ずっと解けない